Demigods, ascend! はい、こんにちは、野島和重と申します。ですね、普段は日本の大手の、メーカーさんの、まあ、割と対策みたいな感じの、ロールプレイングゲームのシナリオを書かせてもらってます。崎本と申します。作曲家とあとは、サウンドプロデューサーなどをやってることが多いです。まあ、あとベーシスケープという会社の、運営をしています。代表作は多分一番有名なのは、スクエア社の、ファイナルファンタジー12でしょうかね。アストリアアセンディングの中では私は、世界観の設定とあと、まあ、プロットストーリーと、まあ、細々としたセリフまでやってます。はい、まあ、ミュージックディレクターだと思います。はい、あ、もちろんあの作曲もしています。はい、まあ、ストーリー上というか設定上、この星に住んでる人たちは調和の実っていうのを食べてて、まあ、ある意味その本能的な部分は抑えちゃってるんですよね。鳥はあんまり高く飛べなくなっちゃったし、猛獣系のやつらはちょっと筋力が落ちたりしてるんで、それでなんとか調和を保ってるんですけども、テーマ的にはそのあたりですかね。もう我々にとっての調和の実っていうのは何だろうみたいな。お話はそうですね、かなりシビアに展開してきますね。なんでその人の大義とは何なんだろうとか、その何かを守りたかったりして、まあそういうのっていうのはその人間が動くその根本的な原動力だと思うんですけど、その結果どういうことが起こっていくのかとか、まあ、そうですね、まあそういうことを結構突きつけられる感じのゲームだと思います。まあ主人公たちはデミゴッドっていう、まあ、その調和を守るための戦隊みたいな感じなんですよね。国民の中から、まあ、割とランダムに選ばれて3年間の任期を務め上げる。ディレクターのジュリアンさんからも言われていたんですけど、とにかくそういうその人間が嫌いになるような感じにはしないでほしい、人間のその可能性をちゃんと信じられるものにしてほしいっていうふうに言われていて、まあ、それはあの多分一番大きなそのテーマなんじゃないですかね。まあ、主人公たちがそのデミゴッドに選ばれるまでは普通の人たちなんですよね。それぞれまあ幸せだったりいろんな問題を抱えてたりする普通の人たちなので、その人たちが、何でしょう、特に義務なんていう仕事として、平和を守るっていうその葛藤とか喜びとかを描こうとしました。あの先ほど少し触れましたが、その旋律とかモチーフとかをあのゲームの中 の, その音の機能としても使ってるんですね。でも実はあのそういうのをすごいやりすぎるとだんだん音楽から遠くなっていっちゃうんですよ。なので、まあ、そういうことがないように、ちゃんと音楽としてもあのうまく機能するし、サウンドトラックとしても機能するし、あとはそういう記号としても機能するみたいな、そういうところをあの目指してやりましたので、まあ、そこはうまくいくといいですね。僕自身はその、まあ、やっぱりゲームが大好きでこの業界に入ってきてるので、ね、あのゲームに対してそのこうあってほしいみたいな、それとかあとは昔自分がその遊んでて楽しかったゲームに対してのなんか思い出とか、あとはその思い出補正入りだと思うんですけど、そういうものがもっともっとこうあのもっと素晴らしくこう表現されていていいなっていうか、その世界に入れるといいなっていうふうなのを思っていて、それに近づけるためにずっと音を作ってるんだと思うんですよね。なのでこのゲームはそういった意味で、ね、まあうまくそれが効いてるといいんですけどね。まあその辺はあのユーザーさんの反応を見て、まあ、評価が出されるんじゃないでしょうか。そういうのはぜひ味わっていただきたいですね。まあ私の仕事とは直接関係ないんですけど、絵は綺麗ですよね。そのあとキャラクターのアニメーションとかが、まあ、私なんかこうなんとなくアートを感じるんですけども、そこはなんか自分にとっては新鮮なんで、皆さんも楽しんでいただけるんじゃないかなと思っています。何が起こってるの？まさか死んじゃったなんてことはないよね？